本日午前中、私の政治団体である安倍晋三後援会の政治資金収支報告書2017年、2018年、2019年の3年分についての修正を行ったとの報告を私の秘書から受けた次第であります。桜を見る会の前夜に行われていた夕食会の開催費用の一部を後援会として支出していたにもかかわらず、それを記載しなかったとの事実があったことから、その修正を行ったものであります。同時に安倍晋三後援会の会計責任者である私の公設第一秘書が政治資金政法上の収支報告書不記載の事実により略式起訴され罰金を命ぜられたとの報告を受けたところであります。こうした会計処理については私が知らない中で行われていたことはとはいえ道義的責任を痛感しております。深く反省するとともに国民の皆様に心からお詫び申し上げます。桜を見る会の夕食会につきましては、令和元年秋の臨時国会、本年の通常国会において幾度も答弁をさせていただきました。その中で安倍事務所後援会は夕食会の主催はしたものの、契約主体はあくまでも個々の参加者であった。本日午前中、失礼しました、安倍晋三後援会は夕食会の主催はしたものの、契約主体はあくまでも個々の参加者であった。本日午前中、私の政治団体である安倍晋三後援会の政治資金収支報告書2017年、18年、失礼しました、に、後援会としては収入もないし、支出もしていない、したがって、政治資金収支報告書に記載する必要はないと認識していた。夕食会における飲食代、会場費を含め、支払いは個々の参加者からの支払いで完結していた。以上から、精神、政法などに触れるようなことはないとの認識であるといった趣旨のご説明を繰り返しさせていただきました。事務所に幾度も確認をし、当時の私の知る限りの、認識の限りのご答弁をさせていただいたつもりであります。しかしながら、結果としてこれらの答弁の中には事実に反するものがございました。それがゆえに国民の皆様の政治への信頼を損なうこととなってしまった。このような事態を招いてしまったことに対し、当時の上政府の長として、また政治資金については本来率先して襟を正さなければいけない自民党の総裁として、そして何より国民を代表する一国会議員として、国民の皆様に、そして与野党すべての国会議員の皆様に対し、深くお詫び申し上げたいと思います。先ほど、大島衆議院議長、山東参議院議長に対しまして、先の本会議および委員会において、内閣総理大臣として行った答弁を正すための機会をいただきたいとの申し出を提出させていただきました。国会においても事実関係を説明し、答弁を正し、お詫び申し上げなければならないと考えています。今般の事態を招いた私の政治責任は極めて重いと自覚しており、真摯に受け止めております。国民からの信頼を回復するためにあらゆる努力を行っていきたいと考えています。まずは私自身の政治活動、後援会、事務所における
資金の透明性の確保につき、国民の皆様から一点の疑問も生じることのないよう、私自身が責任を持って徹底してまいる考えであります。そして深い反省の上に立って、国民の皆様に本当の意味で信頼され、そして政治家として国家国民の期待に真に応えることができるよう、初心に立ち返って研鑽を重ね、その責任を果たしてまいりたいと考えております。改めまして、国民の皆様に、そしてすべての国会議員の皆様に深く心からお詫び申し上げます。